パリゴリン切符がかかった大一番で真部正義監督が驚きの采配を振るった。9月24日ワールドカップ女子大会で日本は最終ブラジル戦に臨んだ。強豪を相手にフルセットと前線したものの最後は力負け。5勝2敗で3位に終わり惜しくも五輪出場権を決めきれなかった。女子バレーフォト日本の得点源。 チームを引っ張るキャプテン小笠里奈の厳選ショット。勝てば五輪行きが決まる正念場で、真鍋監督は勝負に出た。セットカウント1-2と後がなくなった第4セット、なんと開幕からスタメン起用してきた首相の小笠里奈を初めてベンチに下げたのだ。第3セット終了時で両チーム最多18得点を挙げていただけに、すぐに戻るのかと思われたが、結局コートに戻らずに終わった。試合後の会見で、 最後コートに立っていなかったのは戦術的なものだったのかコンディションが悪くて出られない状況だったのかと記者に直接問われると、小賀本人はコンディションは全然悪くないです。監督に聞いてください、ときっぱり言い切った。一方、真鍋監督は試合中にリアルタイムで数値、データが入ってくるんですが、決定率、効果率、 サーブレシーブの返球率を見ながら交代しています。と選手起用について説明した上で、古賀はスパイク決定率もかなり下がってきたので交代しました。と回答した。